頼りにしてるよ村田くん。これからも会社のために頑張ります。チェッ、あの野郎、親のコネを使って今の地位にいるだけじゃねえか。俺はいつかあいつよりも絶対にいい製品を開発してアピールしてやる。レシオタイム。俺の名前は高田、中堅精密機器メーカーに勤める技術者だ。うちの会社の主力商品は小型カメラ。医療現場をはじめとした場所に商品を提供している。俺は入社後、開発部の戦力として期待されていたのだが、それも過去の話。高田さん、先日依頼した設計図の件どうなってますか？今別製品の対応で、それどころじゃなくて本気度が伝わってこないんですよ。ここ最近たるんでるんじゃないですか？1年後輩の村田が開発チームをまとめるリーダーになってから、俺はコケにされることが多くなってきた。うるせえ、黙ってろ。そんなある日のこと、別の商品の打ち合わせのため営業部を訪れた時のことだ。昨日下田モータースの営業がさ、お前のところは自動制御ブレーキのカメラ開発できるかって。そんなの無理無理、うちはそんなカメラの開発してねえよ。おい、今の話詳しく聞かせてくれ。大手の下田モータースは自動運転に力を入れている。うちの会社は取引がないが、もしここでカメラを開発できれば、世界の下田と言われる下田モータースに自社の製品を納品できるポジションにつける。そうなれば俺も功労者に。これはまたとないチャンスだ。なんとしてもこの案件を成立させてやる。俺は必死になった。俺は営業部の先輩に下田モータースに話を持ちかけるよう掛け合うことにした。確かに下田モータースは小型カメラを刷新する予定だが、安心安全を重視する企業だ。私たちの求める水準のものを供給できないと信頼関係を崩すことになるぞ。チッ、営業マンが知ったようなことを。まあこういう時は論より証拠だ。うちが試作品を提供するので、それを見て判断するのはどうでしょう。もしよければ基準となるデータなどを教えていただけませんでしょうか？開発部の君がそこまで言うなら、一応ダメ元で掛け合ってみるよ。よし、舞台は整った。先輩の営業努力もあり、他社とのコンペになった。しかし下田モータースの基準は厳しい。いいか、死ぬ気でやるぞ。俺は開発部に葉っぱをかけ、全力で開発するよう呼びかけた。おい、ふざけてんのか。相手は大手自動車メーカー下田モータースだぞ。すみません、こんなゴミみたいなデータを出してみろ、採用されないぞ。本気度が足りねえんだよ、本気度が。後輩を追い込んで製品を作らせた結果、ある程度のレベルにまで改善した製品ができた。しかしこのままでは採用には程遠い。今の状態だと天候によってはパフォーマンスを発揮できない可能性がありまして。晴れの日はバッチリってことか。あと少しなんだ。しかし今のままじゃ厳しい。どうせパフォーマンスを発揮できない時は台風のような荒れた天候の時だけだ。だったら今の状態でも問題ないだろう。俺はデータを少しだけ調整することにした。向こうの要求が厳しいだけだ。多少のデータなら調整しても問題ないだろう。新製品は上層部に報告をする必要がある。でも全く問題ない。下田モータースに提供予定の小型カメラです。データも基準をクリアしてます。そうか、よくお前が開発部と掛け合ってくれたな。開発部に絶大な信頼を寄せている連中は俺の言葉を信じきっている。あとはコンペを通すだけ。反応は思ったより悪くはないけど、基準値ギリギリではな。相手は世界の下田、データを見ても納得してはもらえなかった。この3ヶ月間、下田モータースの求めるデータにかなり近い数値まで近づけることができました。あと1ヶ月待ってください。うちの会社で開発を何とかします。よろしくお願いします。わかった、君の熱意は十分伝わった。もう少し担当者と掛け合ってみるよ。ありがとうございます。
条件付きではあるが、1ヶ月で基準値を達成できればうちで契約をするという約束を取り付けることができた。あと1ヶ月あれば本当に開発が進むはずだ。なあ、下田モータースの件、力貸してくれねえか。無理ですよ。うちは小型カメラといっても自動車専用ではないのをご存知でしょう。あの野郎、俺に手柄を取られたくないようだな。クソが。仕方ねえな、これも想定の範囲内だ。部下に開発を任せてはいたが、やっぱりこれ以上は。そうか、仕方ねえ。あとは俺に任せろ。こうなったら奥の手だ。この前のデータでは微妙な数値だったから信用されなかった。ならばもっとデータを全体的に改善すればきっとうちにしようって決めるはず。大丈夫だ、データを改ざんしてもうちの製品はある程度安全性がある。分かりやしない。そして約束の1ヶ月後。おめでとう、うちのカメラに決まったぞ。ありがとうございます。ちょれーな、これで俺も出世頭の仲間入りだ。開発責任者、いや下田モータースとの取引を実現させた男として取締役まで出世するかもしれん。俺が中心となって開発した小型カメラが採用されてから、俺は開発リーダーに抜擢された。よし、いい調子だ。俺中心に動いてるぞ。トラブルもなく無事納品も完了。あとは開発した製品が市場に出回ることを待つのみ。世界の下田とうちが作った車ですね。ええ、今日はあなた方の製品を試すためにあえて悪天候での試乗会をお披露目します。今回の売りは悪天候でもパフォーマンスを発揮する車ですからね。あ、待てよ、せっかくなのでテストしてみましょう。100キロで走行しても危険物を瞬時に判別、ブロック塀にぶつかりそうになっても安心なんですよ。試してみましょう。ほう、今日はスリリングですね。安心してください、何度もやってますから大丈夫ですよ。カメラの性能は本当に大丈夫だよな。でもここまで開発したんだ、きっと何度も検証してるはずだ、きっと大丈夫なはず。俺の乗った車はデータ改ざんによって事故を起こし、俺が初めての被害者となった。命に別状はなかったが、調査をした結果俺がデータ改ざんをしていたことが判明し、損害賠償問題へと発展した。俺はこの先企業からどんな風に責任を取るのかこれから決めるらしい。出世に目がくらんだ天罰なのだろうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。